岩田哲五郎は水島新人のいくつかの野球漫画に登場する架空の人物。登場作品によって、来歴や立場、場合によっては、容姿や性格も大きく異なるが、水島新人が自己を最も強く反映したキャラクターとして認識されている。水島は、いわゆるスターシステムを使う作家ではないが、その中での例外と言えるのが岩田哲五郎である。一般的には、 野球教の歌に登場するメッツの岩田哲五郎を指すことが多い。以下、登場する作品別に解説する。旧正中学時代の学生野球で活躍、人気、実力ともに大変なもので、試合で登板すれば、循環前試合は当たり前、ヒットを一本打たれたら、それがニュースになるほどの名投手だった。太平洋戦争への従軍後、東京クラブに入団。 年間最高勝利数は15勝。長くエースとしてメッツに貢献し、親会社のメッツ食品から重役の地位を約束されても現役にこだわり続け、学生野球時代のライバルであり、プロでバッテリーも組んだゴリ監督の初優勝に現役のまま立ち会った。選手権助監督かヘッドコーチのような役割でドラフトでゴリと同席してくじを引いたりしている。 通報や水原勇気の指名も岩田の判断によるところが大きい。国立玉、一郎や立花香る、草壁涼の入団に際しては岩田が親族、または本人と時に直接、あるいは電話で話し合っている。草壁涼が入団した時など、練習でメッツのメンバーがランニングやうさぎ飛びをしているが、鉄五郎は現役選手のはずが、 監督やコーチ用の上着を着て指導をしていた。53歳の時のエピソードズタズタ18番では引退を飾るべく控えピッチャー全員をベンチから外し9回担当するが53失点、投球数688という記録を受立。その後もコーチや監督も兼任しながら現役を続け、別の水島作品ストッパーでは主人公 三原新平の最大の強敵として描かれた。一時は完全に野球界を離れていたが、七十二歳にして選手兼任監督として現役復帰、玉清の異名を持つ、モーニングの野球協の渋いエスドカベンでも八十歳ながら監督兼投手として登場する。ちなみに彼が監督に就任するたびにゴリはヘッドコーチに降格させられる。通算成績は 野球教の歌、よれよれ18番開始時点で149勝。その後に何勝したかは不明だが、豊福機構による、岩田哲五郎204勝404敗 8S、野球教の歌超記録大全という本が存在している。若い頃は、9回1の高速球を投げていたが、現在はほとんど時速 130km 前後。また、超地球と呼ばれる、スローボール。 ハエとマリが得意変化球。フォークボールを投げたのも岩田が日本で最初とされ、杉下茂がフォークの神様と呼ばれているのが気に入らないらしい。打たれてばかりいるが野球選手としてはやはり非凡なものを持っており、彼をマッサージするコーチはしかし柔らかく長持ちする筋肉だ。まだ35歳ぐらいの体でまさに100万人に一人と関心している。 連載が進むにつれて、監督としての働きが増えたこともあり、同伴機会は減少したものの、9位の緩急による、目の錯覚を利用して、三振を奪う、野手の守備位置を計算した上で打ち、損事を狙う、わざと大量失点し、相手チームの野手を疲弊させた上で翌日自チームを、勝利に導くと、ただ打たれてばかりとは言えない、未だに、 高度な投球技術と戦術を持ち合わせる投手として描かれることも増えた。ストッパーでの記述に従うと、大昔に完全試合を達成しているらしいが、プロ野球での記録なのか、公式戦においてなのかどうか、詳細は不明。バッテリーを組んだゴーリ監督によれば、この時ばかりは別人のように緊張していたという。子に、ルイッシュという娘がおり、その婿が、 メッツのエース岩田清清と類意の子が岩田武で、孫の前では小煩悩なおじいちゃんの姿そのものである。後に武ががガメッツに入団し、後にメッツで一緒にプレーしている。なお、実は昔、身分違いながら駆け落ちまで決心した不合霊場の恋人がいたが、お互いの心のちょっとしたすれ違いからその愛は実らなかった。 後に再会を果たし、その人の死後に真実を知った、彼は気持ちを分かってあげられなかったことを大いに悔やんだ。アニメ版の声優は西村明、北山俊夫、ごろう。シリーズ開幕前はインタビューで山田との打席を最後にすると述べていたが、2005年の札幌家成堂、メッツ対東京スーパースターズの日本シリーズの第一戦。 岩田は岩木正美との打席を持って現役を引退しようと決意し、同点の9回裏2の場面で登板。その岩木はドカベンにおいて憧れのプロ野球選手は岩田哲五郎と発言しており、岩木は岩田のためにわざと三振して花道を作ってあげようと目を閉じて適当にスイングしたが、なんとジャストミートでさよならホームランになってしまう。 これにより岩田は引退を撤回し、岩木を三振に取るまで現役を続けると宣言した。アブさんでは、主人公、影浦康武の高校野球時代の監督であり、後に南海ホークスのスカウトとして、影浦にプロ入りの道を開く。第一回時点で、当年50と語られている。この作品での現役経歴は明らかにされていない。後に語られるところでは、両者の 初めての出会いは、岩田哲五郎35歳、影浦安武15歳の時、牛乳配達のアルバイトをしていた影浦と牛乳を、売るか売らないかの問答から喧嘩になり、それなりに自信のあったらしい影浦を、まるで問題にせず退けた。しかし、売り物の牛乳をすべて叩き割っても、自分の意思を押し通した影浦に、ただならぬものを感じたようである。影浦も、また、彼が、 新潟北明高校野球部の監督に就任すると知ると彼を追って同校へ入学する。影浦が他校生徒との喧嘩が原因で高校を中退した後、自らも酒絡みの喧嘩で北米高を懲戒免職となり、南海の川勝伝えオーナーの友人の紹介でホークスのスカウトに就任。鬼の岩田の異名を取るが酒の飲みすぎで体を壊し、長期入院する羽目になってしまう。 南海は1972年のドラフト会議で6、大学のスラッガー、大友を1位指名するも、入団を拒否し社会人野球、北大阪電機へ進もうとするが、その北大阪電機に消息を絶っていた影浦がいると、聞き、医師に、最後の大仕事だからと説得して一時退院して、影浦の行方を追い、大虎で影浦と8年ぶりに対面する。 影浦の入団後もしばしば練習場や行きつけの居酒屋大空に現れていたが、ホークスの服を回転後しばらくして退団。以降は、故郷の新潟に帰り少年野球やベースボールチャレンジリーグなどを観戦する生活を送っていた。2008年夏、ソフトバンクの孫正義オーナーから直々に電話があり、第二の影浦の発掘を要請され、ホークスに食卓スカウトとして復帰した。 設定は野球協の歌シリーズとほぼ同じ。ゴーリと一緒に山田太郎、白の日守る中西球道たちの試合をスタンドから観戦し、来たるドラフトに備える姿を見せている。上記の野球協の渋いスドカベンにおける岩田哲五郎を参照。セリーグに新設される球団、新潟ドルフィンズの監督権限駅投資として登場する。時系列としては前日の ドカベン VS 野球協の歌にそのまま引き続くものだが、年齢その他については触れられていない。野球協の歌に登場する、人球樹や丘、東部、国立、虎屋が若い頃の姿のまま登場することからも、関連性はリセットされていると思われる。野球協の歌以降、東京メッツの岩田哲五郎は、多くの水島作品に姿を見せている。また、九道君では、 阿部さんと同じく南海のスカウトとして登場。中西弓道のジップ、山本和都氏の死を見取るため北海道に赴いた。2002年、新潟商工会議所と同商店街振興組合により、新潟市中央区古町2のアーケード内に、水島作品の登場人物計7体の銅像が設置されたが、その中には岩田の銅像も含まれている。 これらの銅像については2015年に撤去の話が持ち上がったが、撤去の見直しを求める地元商店街などの要望もあり、2016年2月に撤去は見送られることとなった。ありがとうございます。